登録地は神奈川県です。候補生番号1番長塚優子です。はい、ありがとうございます。じゃあ私と話す感じでいきましょう。はい、3日間の記録会、3日間終えて今のお気持ちを教えてください。今の気持ちはゴールデンキャップが取れたのがまだちょっと実感がないのと、あとはもうどちらかというと身が引き締まる思いでいっぱいです。今その帽子を抱えて、はい、今締めです。今締めそれはなんだろう、その絶対取ってやるぞっていう感じではなかったんですか。正直、まあ、腰痛が前半夏季帰省前続いてたので、自分が満足いくような夏帰省前までの練習を過ごせてないっていう点と、あとタイム的にもそんなに縮むわけがないっていうようなところが、まあ、天候も良かったというのもあって助けられて取れたかなという感じです。2000は一番時計も取っていますが、はい、前回から比べてタイムが3秒近く、6秒、そのあ、本当だ、はい、いやー、すごいですね。何か秘訣というか心当たりがある要因というのはあるんでしょうか。もともと高速周回というのを川崎がやっていて、まあ、今同じ候補生の青の生徒、青の候補生がとても周回強かったので、そこに食らいついてくる練習をずっとしてたのが、まあ、地足がつく部分のポイントだったかなとは思います。あとは、まあ、体がちょっと繊細ですねってよく言われるんですけど、まあ、自分の体に毎日敏感になってフォームを直してったりとかっていうのをしつこく毎日寝て状態を調べて、ここを緩めてここを締めてっていうトレーニングは地道にやってきたので、まあ、それが良かったのかなと思います。ああ、そっか。じゃあホームバンクでの練習と日頃の積み重ねが。そうですね。あとはやっぱ腰痛が夏帰省でしっかり治せるように、PT の理学療法士の先生ですとかいろんな病院巡って、ちゃんと原因が解決できるように、もしくは悪くならないようにキープができるっていうところを見つけられたので、そこもかなり大きいです。途半の時からずっとそうですね、すいません、腰痛って言われましたもんね。骨盤がちょっと歪んでしまってたみたいなんで、まあ、そこが治せるように、まあ、ある程度そこのあたりの知識があったので、それも良かったなと思います。かよかった。終業式の時も結構しんどそうだったから。そうですね。ちょうどあの後もまた腰痛めてしまって初めて結果してしまったので、もう練習できないのがしんどいかったので、今は練習できてコンディションを確認できるっていうのがまず幸せです。そっか、はい。レベルが低いんですけど。いやいやいや、全然そんなことないです。ね、OL さんからの転身でゴールデンキャップ獲得っていうのは素晴らしいことだと思うんですけど。ありがとうございます。こう周りの候補生たち その養成所記録を更新した尾形さんとかの走り見ていかがですか。いや、もう私は逆にもそういう記録を出せている子たちに比べると全く足がないと、まあ、今自信を持っていってしまえるぐらいまだ弱いので、今回はギリギリ全部を通過できたんですけど、まあ、圧倒的に通過している子たちがたくさんいるので、そこにしっかり食らいついていっていかないと競争訓練、まあ、今後のデビューしてからもこれでは全然勝てないなっていう焦りの方が強くなりました。女子の中で唯一の早期卒業候補者になって、はい、なってしまいましたって言い方だけなりましたけど、ね、先生からの訓示でも長塚候補生を見習ってって言われてましたけど、どうですか気持ち的には。いや、本当は年齢的にも見習ってもらえるようなしっかりした人間でいるべきなんですけど、本当にまだまだ至らない点が多すぎて、修行先生のお言葉がもう胸に刺さりすぎて泣きそうでした嬉しさじゃなくて、ああ、もう頑張らないとというか1ミリも気が抜けないっていう、まあ、気を抜くなって話なんですけど、もっともっと頑張って日々の生活を大事にしていこうと思いました。早期卒業する気はあるっていうか、気持ち的には頑張るぞっていう。ちょっと先ほどそれを
新葉先生のお言葉で、あ、早期卒業しなければいけないのかというか、一人だけそこにチャレンジできるというのはありがたいんですけど、ちょっとまだ実感が湧かなすぎてすいません、まだ何も準備ができてないです。心の準備も。その競争訓練はどんなスタイルで戦っていこうかなとかっていうのを考えてたんですか？は、まあ、やはりその自分の有利なところ、いいところを伸ばすっていうのもあるんですけど、苦手なところも絶対あるはずなので、まあ、前々っていう日もあれば、マークの日もあれば、後ろからっていう人をバランスよく練習していきたいなと思ってました。じゃあもう最強の自在を。いや、最強の足があってこんなことが言えるのが本当ベストなんですけど、まずはちょっとダッシュもないので、まずダッシュをつけていくっていうところから始めたいと思います。もうみんなからの目標に視線がビシバシと刺さっていましたからね。いや、怖いですねまあでもそういう子を選んできたので、もうそこメンタルも鍛えてしっかり胸張ってこの帽子かぶれるように頑張ります。はい、では最後に今後の目標を教えてください。今後の目標、まずはもう短期としては学校生活毎日大事にして、競争訓練でしっかり一着を何度も取れるように頑張るという点と、まあ早期卒業っていうのを、まあ、挑戦させていただけるというところなので、まあ、学科の試験も含めて、まあ、一番をこれからはしっかり狙っていく、一番取れるかなじゃなくてしっかり一番狙っていくという気持ちで頑張りたいと思います。はい、候補生番号も一番ですからね、はい、あ、そうです。一番嬉しかったのは一番車に乗っていて技能で一番最年長で一番時計が取れたことが一番嬉しかったです。ピンピンピンである意味、はい、はいはい、OK、インタビュー以上です。ありがとうございました。